あなたは人生のどん底に落ちてしまったことはあるだろうか？今回は、そこから這い上がろうとする人間をせせら笑う胸クソ人間のお話である。俺はニート。どこにでもいる引きこもり歴1年になるニートだ。前の職場でパワハラを受け、ある日職場で気絶したのを機に仕事を自主退社した負け犬である。そんな俺は、家に引きこもりながら PSO2 というゲームをしていた。ゲームの話はともかく、まあそれなりに楽しかったが、いい加減生活も苦しくなったのさ。なので一大奮起働くことを再び志したのである。決めてから2日後には派遣バイトの面接を取り付けたぜ。やったぜ。やったぜ。うん、小さいかもしれないが、一致にとっては大きな一歩だ。頑張れ。俺は意気揚々と東京のオフィス街にある派遣本社へと向かった。ちなみに職業は、ビルや某地域の公務員が働く場所や、図書館、大手企業の派遣清掃である。ドキドキしながら、面接が始まった。すぐにいじめられた。不正を防止するために専用のボールペンで、用紙にサインと回答を書きください。死後や質問、声を出すことは、試験中は許されません。絶対に声を出さないように。30枚ぐらいの問題用紙、一番上は自分の名前や住所や志望動機だけど、内容はスカスカの算数、国語、マナーを測るもの。試験時間は1時間。ラガショーだぜー。インクが出ない。ちなみにボールペン。修正時は二重線タイプ。この緊急事態に一致は凄まじく焦る。しかし助けの神は現れない。それどころか。周囲、ガリガリガリパリッパサバサバサ。俺、キョロキョロ。面接官。そこカンニングですか？終わったらうつ伏せになっていてください。俺、面接官。死後は禁止です。俺、ボールペンを見せるジェスチャー。面接官。静かにしてください。深いため息。周囲、うるせえ野郎だな、みたいな目つき。あと舌打ちめっちゃ聞こえた。俺、インクが出ないです。かっこ小声。面接官。死後禁止。君は残り30分ね。計算通り、にあり。意味深いことをレスする住民がここで現れる。しかし、この住民がレスしたようなことをする奴は普通はいない。そう、普通ならば。30分後、俺は、面接官その時は監督官か、に話せばわかると思いながら、必死に待った。俺は一応、ダメ元で書けないペンで回答したりしていた。面接官。はい、丸番さん。あなたはもう終了ね。先面接やろうか。うん。白紙とか挑戦的だな、おい。いえ、ボールペンが出なくて。貸してみろ。インク出ない。出てもチロッと。なんですぐに言わなかったのですか？いえ、伝えようとしたら喋るなと。それに俺は伝えていました。はいはい。生意気だねー。まあ、とりあえず一番上の紙だけ書けよ。ぽいっと、万年筆を投げ渡される。俺し、初万年筆で字が書けない。面接官。字も書けないとか、どこの国の人間だよ。俺、すみません、ボールペンは。面接官。甘えるな。とりあえず、すぐに書けるようになるだろ。面接時間減ってくよ。なんとか名前と住所と希望動機を書く俺。入社志望者は社員ではなくお客様である。普通ならばこんな態度を取るわけがない。これは会社と自分の品位を落とす言動である。その後、移動途中。これだから最近の子は。いや。うちは外国人もよく来るけど、お前もそうなの？いや。高校出ておいて情けない奴だな。今日までニートだったのか。など、言われ移動する俺。お客さんにお前、その上外国人差別をしていると取られかねない発言と言動。この面接官は大丈夫なのだろうか？面接会場に入る。ちょっと広い会議室。外に並べられていた椅子を考えるに集団面接の予定だったのだろう。面接官。悪いね、皆さん。この子、急ぎで面接。注意、あっさし、な反応。ちなみに、その会場にいた他の面接官は雑談したり、おにぎり食べたりしていた。創作？実は？嘘のような実は。まあ創作だわな。派遣の面接なんてあってないようなもんで、最低限のこと説明されて、大丈夫ですか？質問ないですか？はいで終わり。後でわかる。普通に考えればこんな非常識な面接官がいるわけない。住民たちの反応はもっともである。だが、一致はそれを否定し淡々とレスを投下していく。面接官。よし、本来の面接時間よりはだいぶ早いけど、いいだろ。ちなみに本来なら、筆記試験1時間、休憩30分、面接の流れだったらしい。面接官。で、何でうちの派遣を知ったのさ？大手求人サイトです。ああ、そうだよね。うんうん。あなたニート出しオタクっぽいもんね。ネットぐらいでしか情報収集できなさそうだよね。注意、苦笑い。ここまでディスられたら普通はそのまま退席するはずである。しかし一致はニート脱却のために必死に食らいつこうとする。注意、学生時代の特技は何ですか？俺、剣道部だったので体力には自信があります。面接官。フルマラソンできるぐらい？
俺、高校時代40キロマラソンしたりもしたので、はい、面接官。嘘はよくないな。この〇〇くん。かっこよこの人。みたいに、東京マラソン出たりとかそういう功績はあるの？俺、それはないですが、面接官。剣道の話しているわけじゃないよ。学校の話をしているわけじゃないよ。ふ、る、ま、ら、そ、ん。できるかどうかを聞いているんだよ。注意、苦笑い、面接官。され、この子すごいんだよ。試験内容白紙。その上歯向かってきた。それについての限界は？俺、いえ、そういうわけでは、面接官。限界は、あるなら早く言ってください。休憩終わって他の方々と合同面接会になりますよ。注意、苦笑い、お礼、ボールペンのインクが出なかったので、面接官。つまりはガシャが悪いと、俺が悪いと、言うねえ。俺、しょぼーん、面接官。はいはい。じゃあ、インクが出なかったので白紙でした。なので努力しませんでしたってことでおしまいね。俺、いえ努力は、紙にダメ元で書き込んだことを伝える、面接官。日破りか、わら。注意、重傷、面接官。いやー、機密文書でも書きたかったのかな。まあいいや、次行こ次。いちいちイラッとするな、面接官。同意。作り手としてもまとめていてムカムカしっぱなしである。面接官。さて、ニートな理由は？俺、前の職場で、面接官。ウサギメンタル。周り、小、面接官。なんか、前の職場での話興味なくなっちゃった。上司にいじめられて、先輩と相性も悪く、鬱になって、会社と職場に迷惑かけて辞めたってことでしょ。情けないね。かわいそう。ここら辺で俺、涙目になる。そんなもんや。喋るなって言われててもさすがにインク出なきゃ喋るだろ。何のプレイだよ。面接官に対して住民たちも強烈なヘイトを募らせ始める。面接官。泣いた、わらわら。注意、気まずい顔。面接官。まあいいや。働きたい理由について。俺、さすがに、いい年して無職は、かっこ、涙声。面接官。あはいはい。ありきたりな感じね。てか、泣かないでくれないかな。俺が悪いみたいじゃん。それとも、野々村議員とは2014年に政務活動費を私的に流用して逮捕された兵庫県の元県議会議員である。俺、ぷわ、面接官。ぷわーわ、ぷわ、ぷわーって泣くの？泣いて助けを求めるの？泣けば解決する。ヒーローが来る。誰かが手を伸ばしてくれる。そんな甘い考えで社会に出るからうつ病になるんだよ。ああ、俺もうつ病になりてえ。ニート相手にマウントを取って一体何が楽しいんだろうか？面接官。うつ病になれば助けてもらえるんだろ？てか、おうちの人はお前がニートなのを許していたわけ？ニートなのに？え？うつ病だから多めに見てもらっていただけで、心の底では、うちの子はって後悔していたと思うよ。俺、えぐ、鼻水じゅるる。面接官もゴミではあるが、一致にはぜひ耐え忍んでほしい。面接官。はぁ、情けないやつだ。でもまあ、気に入ったわ。採用に関しては前向きに検討するよ。採用していじめたろ、ニヤニヤ。こうですか？俺、面接官。いやまあ、これ圧迫面接だし。圧迫面接って今の時代知らない子多いだろうけど、こういうものなのよ。相手のメンタルを追う勢いで迫って、相手がどういう反応をするか見る的なね。圧迫面接って、今までの反応を見るに、別に問題なさそうだしさ、前向きに検討するよ。俺、なぜか晴れた気持ちになって、ありがとうございます、面接官。紙の方も、30分の間に筆圧で字を書いてあったのね。うん、よくやった。よくやった。まあ、まるまるちゃんが鉛筆で一生懸命に文字を起き上がらせて採点するよ。俺、ありがとうございます、面接官。では、本日の面接はこれまでっす。涙を拭いてからお帰りください。俺、ありがとうございます、た。俺が会議室から出ようとしたとき、面接官。とりあえず不採用通知、1枚用意しておいて。俺、面接官。え、いやいや君と限った話じゃないけどさ。俺、いやそれって俺ですよね、面接官。現状、面接全部終わっているの？君しかいないしね。面接官、わらわら。注意、わらわら。俺、そうですか、面接官。大丈夫、もしかしたら採用になる可能性だってあるんだから。ぶっ飛ばして。気が合うな37。私も同意見だ。その後、家に帰った時には本日はあと不採用通知が来ていた。俺は全てに絶望しふて寝した。そして3時頃に目が覚めてしまった。俺はもやもやとした気分が晴れないまま、でも、気分を変えようと PSO2 のファンタジー世界に逃げ込んだ。気持ちを切り替えるために趣味の世界に入り込む一致。嫌なことがあった時の解決手段としては間違っていない。しかし、
不幸なことにここでもクソみたいな現実を突きつけられてしまう。ログインすると早朝組のメンバーがいて、雑談をしていた。俺はそれとなくおはようございます。いつも朝が早いですねと言った。早朝組メンバーは綺麗に返事を返してくれた。俺はその雑談を見ながら狩りを始めた。雑談メンバー、でさ、今日すごい子面接に来たんだ、わらわら。雑談の流れは、コンビニ夜勤の人が、うちのコンビニに来た面接ギャルがヤバいって話から発展した雑談だった。タイトル回収来たか。時々いるじゃん。どう考えても採用したくないやつ。いるいる。俺ははっきりと追い返す。うちの会社、バカだから。とりあえず面接より試験結果が良ければ採用するのよ。へぇ。だから試験の時に露骨に落とすんだよね。それはひどすぎる。ひどいよ。そうしないとクレームついちゃって仕方がないんだよ。どういうことするんですか？書けないボールペン渡す。俺は、速攻床ペロするほど動揺した。まあそんな偶然動揺するわな。トンキンか。わろた。まさかとは思いつつも雑談 A の言葉に激しく動揺するイッチ。しかし、そんなことを知らない雑談 A は得意げにドキュン自慢を継続する。そうすると絶対に怒るのよ、もしくは泣くの。わろた。でも今日の子は、怒らないし泣かないけど、一生懸命伝えようとしていてさ、ボールペンのインクが出ないジェスチャーが、子供のビル・ゲイツみたいな踊りになってた。準備良すぎだろ。なんでそんな画像持ってんの？あの面接官は A であることは間違いない。それが確定した瞬間、イッチは再び激しく動揺する。俺、またしても床ペロ。日頃タッグを組んでいるキリトさんとアスナさんに、勇敢なしすぎわらわらと言われた。そんなイッチがこの場にログインしているなどとは夢にも思わず、A はドキュン自慢を加速させていく。でな、そこで言うのよ。なになに？でさ、喋っちゃダメって言ってるからさ、踊りに拍車がかかるわけよ。ひどすぎる。でさ、思わずうるさいから、その場で面接終わらせた。ボスの目の前で放心状態になる俺。一生懸命レスタしてくれるキリトさんと、ヘイトを集めてってくれるアスナさん。もうイッチの精神状態はゲームどころではないだろう。体調悪いとか言って早々にログアウトすべきである。ごめん、ちょっと泣いてて手が止まっちゃってた。すまない。草の嵐の飲まれるチャット。めっちゃ自慢げに、こいつはできると思ったとかいう雑談 A イコール面接官。クソはロリンコーとかほざき出す雑談 B。俺だったら採用する、かわいそう。という雑談 C。俺は、どうにか気持ちを立ち直らせ、ボスへと挑み始める。そして床ペロル。キリトさんがムーンの瞬間に巻き添え食らう。同情する。でよー。そいつ、普通気がつくだろ。だなぁ、普通に落とされると思うわ。なんと、面接に挑んできました。一面草原景色。いやぁ、普通帰るか怒るか泣くかするのよ。だから、それを理由に追い返すのね。なのに我慢強くてさ、かわいそうだから最低限の記入事項だけ書かせてあげた。万年筆で。まさげどう。普通はな、面接の電話した時点で筆記用具なんて持参するように言われるぞ。お前、話作るの下手だな。そうは書かれていたけど、試験はカンニング防止のために専用のボールペンだったんだよ。バーカー。過度の精神的負担に襲われながらも一致は書き込みをやめない。だから大切な仕事の面接ばりに面接した。圧迫面接で。ランサーが死んだ。うわぁ、さすがに引く。でもこんなもんだよ、でさ、野々村みたいに泣いちゃってさ。私はわぁ、この面接を、おぉ、解題。ちょっと俺もかわいそうになってさ。そこまでやっておいて。思わず、採用を前向きに考えていますとか言っちゃったよ。ああ、やっちまったな。まあ、その場で不採用通知用意しておいてって言ったけどな。ここまで A に話を合わせていた C もドン引きする中、3人のチャットはここで終了する。これがまとめに乗りバレてネトゲにも居づらくなることを願うわ。というか、会社の方針に違反するドキュン行為を誰が見ているかわからん場所でよくできるものだ。リテラシーが低すぎる。ちなみに雑談 C がイケメンすぎて、その後お前も面接だったけど大丈夫だったかと聞いてきた。おそらく雑談 A の職場に面接に行ったし、その被害者俺というと、ボイチャが来た。で、一日中励まされて、ようやく立ち直り、書こうとしたら64狙いですれたて。ちなみに俺と雑談 C は、一応マネージャーなので朝の話が胸クソだったという理由で追放を検討中。てか日頃から課金で偉そうにしたり、過剰貢ぎ行為によるトラブルを起こしていたので、いい機会ということになった。なるほど、もともといろんな問題がある人間だったのか。様々なドキュン行為にも納得である。おお、逆転ありか。ちなみに、圧迫面接は老朽動けないみたいな話あるけど、マジなん。まあ、ネットの中でしか逆転できないとか、虚しいだけだけどな。クソみたいな人間がのさばってる職場に行かなくてよかったじゃん。ネットの世界ではきっちり締めたれ。
全くもってその通りである。もしも、俺が犯罪者になったら、ごめんな。予定はないけど、ここで愚痴っておいたんだけど、何か身元特定できないか、ツイッターで探し回ってるわ。はははは、人間って怖え。じゃあの、少し態度が弱く出過ぎたかもしれないけど俺エッチみたいな人好きなの。俺もボールペンの時点で多分出るけど、純朴というか誠実じゃお。イッチが会う職場もきっと見つかるよ。やりすぎるなよ。イッチまで一緒に落ちる必要はない。圧迫面接はストレス耐性や対応力を判断するために未だに用いられることがある。その概念自体を否定するつもりはないが、それでもやり方に限度はある。ましてや最初から落とすことが決まっているのであれば、それは面接ではなくただの侮辱である。このスレが立ったのは2005年。この後イッチは立ち直り社会復帰をしたそう思った方、思いたい方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。印象に残っているシーンがあればぜひコメントいただけると嬉しいです。